ロバート・リスキンはアメリカ合衆国の映画脚本家、劇作家である。フランク・キャプラ監督とのコラボレーションで知られ、ある夜の出来事でアカデミー賞却職賞を獲得した。ニューヨークのローアー・イースト・サイドでロシア帝国の徴兵から逃れたユダヤ人家庭に生まれる。男女の兄弟が二人ずつおり、それぞれイギリス語を話して育った。代の頃はボードビルの舞台に熱狂し、 自身でノートにジョークを書いていた。第一次世界大戦中に軍隊に入った。ある夜の出来事、戦後、ニューヨークに戻ったリスキンは劇作家としてのキャリアを始め、地元で多くの舞台を手掛けた。彼の演劇のうち、ブレスユー、シスターとメリー、エースリップが成功を収めた。ブロードウェイでのキャリアは1929年の株価大暴落と世界恐慌で、 多くの劇場が閉じるまで続いた。トーキー映画の時代が始まると映画業界は対話劇をかける舞台劇の経験者を求め、その資格を持っていたリスキンはハリウッドに移った。コロンビア映画が彼の舞台の映画化権を買い取った後、フランク・キャプラが映画化した奇跡の少女が1931年に公開された。これ以降もリスキンは コロンビアで、キャプラ作品の脚本を書き続けた。アカデミー賞には、慶応のノミネートされ、デーモン・ラニアンの短編を原作とした、1日だけの、祝女受賞を果たした、ある夜の出来事、ゲイリー・クーパーとジーン・アーサーが出演した、オペラハト、ライオネル・バリモアとジェームズ・スチュアート出演の、我が家の楽園、ビング・クロスビーとジェーン・ワイマン出演の花婿、花むこたタルとすべて、キャプラの作品である。 リスキンは1939年にキャプラの自主制作会社に入ったが1941年に解散した。その後はサミュエル・ゴールドウィンでアソシエードプロデューサーとなった。アメリカが第二次世界大戦に参戦するとリスキンは1942年に戦争上法局に入り海外部門を組織した。1945年にハリウッドに戻った彼は 風車の秘密で脚本家に復帰する。1946年にフィルムのワール、呪いの地にノンクレジットで参加する。リスキンは兄弟のエベレットと共に自身の映画会社を設立する。第一作はジェームズ・スチュアート主演のマジック・タウンであり、リスキンは脚本、制作の他に当初は監督も務めたが、最終的にウィリアム・エイ・ウェルマンは監督させた。 1950年に脳卒中となり活動が不可能となった。リスキンはこれ以前にハーフエンジェルの脚本と花婿来たるの原案を完成させていた。1955年9月20日に亡くなった。1942年に女優のフェイレイと結婚した。二人は息子と娘を一人ずつ儲け、また例の一人目の夫との娘がリスキンの義娘となった。二人は リスキンが死ぬまで連れ添った。リスキンの兄のエベレットはハリウッドで映画プロデューサーとして活動した。彼はロバートが脚本を書いた風車の秘密を含む多くの映画を制作した。2006年にイアン・スコット著による電気、インキャプラ、エス・シャドウ、ザ・ライフ・キャリア・オブ・スコーリンライターロバート・リスキンが発売された。ありがとうございます。